しのぶちゃん、大変なのでしゅ。この声は甘露寺さんですかね。でもいつもより声が高いような。しのぶちゃん、どこなの？甘露寺さん、私はここに。あら？しのぶちゃん、どうしたらいいの？また幼児科ですか。しのぶちゃん、あのね甘露寺さん、もう泣かないでください。わかりましたから。私どうなっちゃうの？薬はある？私が見る限りそんなに強い血気術にかかったように見えないので、おそらく5、6時間経てば元の姿に戻ると思いますよ。そうなの？はい、薬に頼るのもいいですが、ここは様子を見ましょう。しのぶちゃんが言うなら間違いないわよね。わかった。でもどうしました？この姿を柱のみんなに見られるのは困るので、ここにいてもいいでしゅか？もちろんいいですよ。そのための蝶屋敷ですからね。ありがとう、しのぶちゃん大好き。キューしちゃおう。子供の様子と大人の甘露寺さんが勝っているようですね。かわいいですね。かわいい？そんなことないよ。ほら、姿は小さいのに力は大人です。わざとじゃないのでしょうがないですが、痛いですよ甘露寺さん。しのぶさん、ただいま戻りました。おかえりなさい。禰豆子さんもお疲れ様です。え、小さな女の子がいますね。どうしたんですか？さあ、誰でしょうか。正解です。甘露寺さんなんですよ。甘露寺さんでしたか。お疲れ様です。炭治郎くん、びっくりしないの？私がこんな姿になってしまって。はい、俺何回もかかっているので。そうなのね。見たところ話もできるし、そんなにきつくないんじゃないですか？でもまだ慣れないかな。どうしても頭と心が違う感じで、なんだかモヤモヤするんですよ。俺は話せない赤ん坊になったこともあるので、それよりはマシですよ。赤ちゃんの炭治郎くんはとっても可愛かったですよね。その節はお世話になりました。一緒にお風呂も入りましたよね。しのぶさん、それは言わない約束じゃないですか。あら、うっかり。甘露寺さん、誰にも言っちゃダメですからね。そっか、みんな幼児化してるんだね。じゃあそんなに心配することないか。なんならとことん小さい姿を楽しんじゃうのもあり？あ、禰豆子ちゃん、どうしたの？甘露寺さん、すみません。禰豆子一緒に遊びたいみたいなんです。私転がって遊んだことなんてないし。でもどうしよう、心の奥底でやりたがってる私がいるわ。でもみんなの前で転がるだなんて。大丈夫ですよ。私たちしかいませんから、すぐに元の姿に戻りますし、今の姿を楽しんでください。じゃあちょびっと恥ずかしいけど、禰豆子ちゃん一緒に遊ぼう。きゃー、なにこれ楽しい。あははは。甘露寺さん楽しそうですね。幼児化するとどうしても心まで幼くなってしまうんですよね。でもこの光景、私には癒しでしかありません。俺もです。任務の疲れが癒されます。あははは。あら、急に動きが止まりましたね。砂遊びですかね。はい、どうぞ。おままごとのようですね。炭治郎くんも混ざってあげてください。俺がですか？大丈夫ですよ。二人で楽しそう。炭治郎くんが幼児化した時、お風呂だけじゃなかったですよね。おむつを変えてあげたのも。わかりました。俺もおままごとしたいな。だから、それ以上は誰にも言っちゃダメですよ。人をからかうのは面白いですね。はい、お父さん、どうぞ食べてください。はい、いただきます。美味しいね。美味しいですか？とっても。そうですか。お父さんは出店のうどんが好きなんですね。それ私が作ったんじゃないですよ。そうなの？ごめん。でもお母さんが作るうどんが一番美味しいよ。一番ってことは2番もあるってことですよね。いや、そういうわけじゃなくて、女の子の遊びは難しい。じゃあもういいですよ。私出ていきますから。そんなこと言わないでくれ。ずっとここにいてくれ。炭治郎くん、今のキュンとしちゃった。あれ、今のは大人の甘露さん？もう頭が混乱する。誰か助けてくれ。皆さん、そろそろご飯にしませんか？ご飯？終わった。女の子の相手は疲れるな。どれも美味しいわ。甘露寺さんは幼児化しても食べる量は同じですね。これも食べていいの？これも？どうしよう。いっぱい食べたくて迷っちゃう。好きなだけ食べていいんですよ。まだまだたくさんありますからね。やったー、しのぶちゃん、ありがとう。もうすでに大人5人分ぐらい食べてるのに、まだ食べるの？そんなに小さな体で大丈夫？ごちそうさまでした。これはすごいですね。はい、お皿の数が尋常じゃないですよ。しのぶちゃん、どうしました？いつもはね、食べた後太っちゃうからって少し体を動かすんだけど、この姿だとね、なんだかとっても眠いんですね。はい。甘露寺さん、ちょうど禰豆子も寝るところなんです。もしよかったら一緒にお昼寝しませんか？どうした？頭を撫でてほしいのか？そうか、禰豆子今日も頑張ったもんな。偉いぞ。いいなあ、禰豆子ちゃん。甘露寺さんが見つめてくる。これは甘露寺さんにもした方がいいのだろうか。いや、でも俺が柱の頭を撫でるなんて、幼児化しているとはいえダメだ。炭治郎くん、私もいいかな。やっぱり。でも断る理由がない。すぐ甘露寺さんは元の姿になるし、今だけだと思えばできるはず。頑張れ、俺。いいですよ。ありがとう、炭治郎くん、優しいね。じゃあお言葉に甘えてよいちょ。気持ちいい。甘露寺さんと禰豆子が俺の膝に頭を乗せている。これはこのまま寝られてしまったら俺は身動きが取れない。一体どうすれば。師範、あれはどうしてこうなったのでしょうか。あら、かな、おかえりなさい。どうして炭治郎くんの膝に2人がいるのか気になるの？はい、なぜ恋柱様が。今は幼児化の姿ではなく、いつもの甘露寺さんの姿に戻ってしまいましたもんね。これは確かに見る人によっては怪しいでしょうかね。今日はあんな感じなんですよ。あんな感じとは？あんな感じです。あんな感じ。人をからかうのは面白いですね。もう食べれにゃ。